すいません、お待たせしました。はい、それじゃ、今日5月7日、ニューヨークセッションやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、パパッとやっていきましょうか。まずニュースの確認からしていきましょう。今日はもう特に今からニュースないですよね。今日オーストラリアとか日本のありましたけど、まあ、今から特にないかなっていう感じで。で、まあ、フォレックスファクトリー見ておくと、だけど今週ニュース多いんですよね、結構。まあ、選挙もあったし。で、結構動きましたよね、今日は。他。そうですね、結構真っ赤なんで、木曜日、金曜日あたりは結構動くんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、もうパパッと見ていきましょうね。とりあえず、まず TJK から行きましょう、TJK。で、タブ開けたんですよね。タブ開けて、これテクニカルと TJK と、また後でやるんですけど、TRB って言って、トレンドレンジブレイクアウトって新しいトレードできたんで。で、まあこの TJK とテクニカルって分けたのは、このテクニカルの線が引いてあるところで、TJK やるの見にくいなと思ったんで分けたんですけど。まあこんな感じですよね。こうやってちょっと見やすいかなと思って。で、まあこの辺見てみると、もうサインは出てますよね。出てますよね。まあ、こんな感じで今、もう270当たって、まあストップにもかかったんで、もう終わってるんですけども。で、まあ今日のロンドンセッションでやったのはユーロカラーだとユーロポンドだったかな。あとドル円でしたっけ。サイン待ちでしたよね。はい、ユーロカナダ。この売りの線抜けてきたら、下の、ラスネ抜けてきたら売りですけども。ユーロカナダ200円ずつですね。まあ、ケイチャーとライトの方はこれ使えないんですけど、ユーロカナダ、ドル円、あ、4通貨しかないですよね、PA ライトは。ドル円、ドルフラン、ユーロドル、ポンドドルしかないんで。まあ、だけどほとんど同じことできるんですけど、まあ、正規版の方はこれやってみてほしいんですが、はい。で、ユーロポンドも、まあ、なので、ユーロカナダはエントリー待ちですよね。で、ユーロポンド。これももうサイン出たまんま、もう終わってますよね。こういう赤ダイヤの、こういうフィグ引いて。まあ、本当はこれ1ですけど、1まで当たってますよね。で、ドル円。ドル円のサイン待ちですね。はい。こういう赤ダイヤでこういうシグ引けて、まあ、安値割ってきたらエントリーですよね。まあ、これはこの辺は、SNS に説明書ありますので、そっちを見てもらった方が早いかなと思うんですけど。はい。この CJK、まあ、SNS っていうこういう、サポートするサイトがあるんですけども、チャートマスターのサイトがあって、その中にこの高橋ジャックナイフっていうコミュニティがあるので、その中の、このマニュアルって、まあブログあったり動画あったりするんですけども、その中のマニュアルっていうのを、これですよね。このマニュアルっていうのをダウンロードしてもらって読んでもらうと、ルール書いてありますんで。まあ実際に今僕がトレードしてるようにかばってやっちゃうんで、またまあ再放送も、まあお昼のやつももう載せておいたので、まあそちらを見ながらやって、まあマニュアルとか見てもらってやってもらった方がわかりやすいかなと思います。まあ、とにかく今は僕のトレードそのまんま見てもらってるっていう感じで、何見て、僕が何見てやってるかなっていうのを分かってください。はい。で、まあこれ安値ですよね。はい。割ってきたらエントリー。なので、ドル円はエントリー待ちと。まあもう本当はもう自分一人やったらもう多分鬼ヶ島とか今もうテクニカル分析もしてますよね。テクニカル分析も半分ぐらいまで多分終わってると思うんですけど。まあ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 。で、OGN ですよね。OGN も、まあ、こういうフィグ引いて、もう終わっちゃってますよね。ラスネ割ってきて、エントリーした後、270、6位立ちまで行って、結局、その後270でも、ちょっとかかってると。いうわけで、まあ、この2つ分取れたわけですけど。まあ、次のサイン待ちだと。では、この5通貨ですね。とりあえずこの5通貨やっておけばいいと思いますので。で、まあ、ライトの、Tチャットライトの方は、このドル円できますので、まあ、ドル円見ながら、この TJK、買ってもらえたらなと思います。はい。続いて、鬼ヶ島行きましょう。鬼ヶ島は当分サインは出ないな、っていうことをお昼言ってたんですけども、まあ出ないですよね、まだきっと。まあ今日、まあ明け方とか、まあこれでドーンって落ちたら、まあ、次は買いですよね。下に当たって、買いのサイン出て、T3 の上で、矢印確定したらエントリーと。で、先週は調子良かったですよね。先週すごく調子良くて。結
構 10% ぐらい増えたんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょう。まあ、全部やってればの話なんですけど。まあ、まずこれですよね。この矢印はバンド付けに出て、矢印出て、T3 の上で確定しているから、ここからエントリー。ここからエントリーして、ストップはここ。で、リミットしてます。ヒットしてますよね。で、その後はここで、バンド突き抜けて、T3 の上で矢印確定してるので、ここからエントリー。で、ここからエントリーして、ストップはここで、まあ、ギリギリこれストップ当たっ、あ、ストップじゃない、リミット当たってます。ここかな。ここでストップ、リミットギリギリ当たってると。で、またその後すぐにバンド突き抜けて矢印 T3 の上で確定で、ここから今度はエントリー。エントリーがここから。ストップはここ。で、リミットヒットですよね。窓開けて、リミットヒット。で、そうだ、今日見てたら随分どの通貨でも窓開けてるんですよね。で、どの通貨でも、まあ、これ常識的な、結構常識ですよね。窓は埋めるっていう。で、これって、結構やっぱその通りになるんですよね。こうやって現に窓埋めてきてますし。なので、ま、そういう時は無理しないで、無理せずトレードする。そして、まあ、無理せずってのはどういうことかというと、まあ、窓を埋めてくる。つまり、下がってくる可能性が高いわけですから、無理して買わないっていう。例えばこういうサインで無理して買わない。ということですね。じゃあ窓は気をつけましょう。はい。というのが鬼ヶ島で。まあ、結構パパッと今やりましたけども。鬼ヶ島 TJK で、質問ありましたら、何か、ありましたらどうぞ。チャットに書き込んでいただければ、見ますので。結構今週は、まあ、TGK 今日明日と、サインも出てくると思いますし、また今週楽しみな感じですよね、TGK。鬼ヶ島もまた、楽しみですし。で、この二つはもう、とにかくやり続けることだと思いますので、まあ、SNS にもその鬼ヶ島のコミュニティに載せておいたんですけども、どんだけ増えたんだっていう、まあ、やり続けるって話ですよね。全部すべて、まあ、この成績ってやつなんですけど、すべてのトレードを全部出たサインでできたらっていう成績を載せてるんですけど、はい、まあ、100万が 3% で740万、5% だったら2500万までなってますから、どれだけやり続けることが、重要かなっていうことがお分かりいただけると思うんですけども、まあ、もちろんそのドローダウンとかもあるんですよね。で、それにどう耐えて、それに耐えてやっていけるかっていうのが重要だと思いますんで、はい、あとはもう自分の辛くない 3% から 5% の間、もちろん 1% でも 2% でもいいんですけども、辛くない程度の、まあ自分に合ったポジションサイジングでやっていただければと思います。まあ、質問内容なので、テクニカル分析やっていきましょうか。で、今日はもう一個テクニカル分析した後に、もう一個その新しいトレードありますので、そっちも見ていきましょう。で、今日お昼引いた HSI だったっけ？これ違うかな。あ、これそうですよね。違うな。でも結構これ綺麗ですよね、この HSI。見てみると、一個青マス忘れてますけど、ここまず青マスですよね。で、当たってヒゲだけつけて、で、次の青マス。まあ、サイン出なかったんですよね、この天井だと。そのまま下がっちゃって、で、今度この天井当たって赤ダイヤ、赤MA、赤キャンドル、赤横線。で、次のターゲット。で、これトリプルトップでしたよね。うん。1個、2個、3個。で、ここの安値を割ってきたら、ここの安値ですね。ここの安値を割ってきたら、ガーンと下がるよっていうようなこのチャートパターンですよね。トリプルトップ。見ましょうか、トリプルトップ。チャートパターン。これです。まあ、これ欲しい。まあ、どっかに載せておきましょうかね。で、トリプルトップっていうのはこのチャートパターンのことなんですけども、上がってきて一回天井つけて、で、下がってもう一回つけて、上つけて、また下がってもう一回上つけてっていうのが3回あるのがトリプルトップ。まあ、そのままですよね。で、その安値、サポートラインを割ってきたら大きく下がるよっていうチャートパターンです。で、これがその今年で、発生していた。上がってきて一回つけて下がった。2回目上がってまた下がった。3回目上がって下がった。じゃあこの白い線ですよね。このサポートラインっていうのを割ってきたら、こう、
このキャンドルですよね。まさにこのキャンドルで、まあ、100円、100円じゃない。1円落ちるわけですよね。がピッと下がる。もちろんサインが出てればここで売ればいいですし、そのサインっていうのは何かと言ったら、シックスエース。まあ、この場合トレンドフォローになるでしょうから、トレンドフォローのシックスエース。もしくは点々。ということになりますね。で、もう一個、TJK もそうですよね。TJK でも全然いけますよね。これだったらこうですよね。この TJK エントリーですよね。ちょうど、安値割ってきたらトレンド。まあ、このサポートライン割ってきたと同じところですよね。で、6位立ちまでそのまま行って、270にストック下げてきて、その270に当たった。あ、その前76当たってますけど。まあ、つまりそのサインっていうのは何でもいいわけですよね。6エースのトレンドフォロー。この場合だと6エース、点々、TJK でできましたよ。っていうことですよね。別にストキャスだろうが、マクリ、RSI の組み合わせでもいいですし、皆さんの持ってる、システム、ご自身のサインとかでも大丈夫ですし。まあ、サインは何でもいいので、その、要はテクニカル分析が大事だよっていうことですよね。で、その大きく動く、まあ、テクニカル分析をした後の、その、動くポイントとして、チャートパターンを見ていきましょうよっていうことですね。っていうことがあって、今の話を見てみると、まあ、今日さっきですよね。さっきもお尻やってましたけど、まあ、ここから反発しているんで、6エースですよね。反発しているんで、6エース。5月7日、まあ、今朝ですよね、の5時、左下ご覧いただくとピンクの枠で、0705-2012、5時って書いてあると思うんですけども、まあ、5月7日の今日の朝の5時ですよね。ここからこの壁に当たって、じゃどうしようかなって迷うところですよね。で、そういう時は6エースを見るんですよね。で、今朝の5時っていうと、まあ、ここですよね。ちょっと拡大しましょうか。ここですよね。まあ、まだ揃ってないですよね。キャンドル緑だけど、上赤で、あ、上緑じゃなくてなんだ、黒ですから。で、やっとここで緑になったんですけど、赤キャンドルってなってって、やっと確定したのがここですよね。赤の9時に確定ですから、10時以降、朝の10時以降のサインを取っていきたかったですよね。で、その次が、ここか。これ朝の14時ですから、確定したのが15時。15時以降、2回目をやっていきたかったわけですよね。っていうのをじゃあ見ていきましょう。そうすると、まず朝の10時でしたっけ？朝の10時見てみますと、お前左上見るんですね。この、矢印のチャート見るんですよね。で、10時っていうとこの辺ですけども、まあもうポイントが突き抜けて矢印出てますから。その後のこの矢印のサインで、まあ、ストップを上げるっていうことになりますけども、まあ、これ見送りますよね。で、その後このサインですね、やるなら。バンド突き抜けて、緑になって、15時、しっかりですよね。ここで、ちょうどエントリー。ちょうどエントリー。さっきの右上の60分も緑になったからエントリーですよね。ストップ、エントリーここに対して、ストップここですよね。20ピップのストップに対して今ストップ1回上げてますよね。ここですよね。MA 割ってる、安値ですよね。で、まあ、プラス3ピップですけども。で、まあ、順調に上がっていて、HSI 引いてみると、まあ、もうリミットにヒットしてますよね。プラスの20ピップ、24ピップで1回決済していると。で、その後のこの、もし伸ばしていても、次の R2 まで当たってますから決済してますよね。どちらにせよ。50ピットプラス。まあ、1回目になってますよね。なので、強敵じゃないでしょうか。っていうのが、このテクニカル分析と6エースでできることですよね。はい。で、今また上に当たったので、売りのサインが出たら売っていきたいわけですよね。なので、ポンド円今様子見ですね。ポンド円様子見。というふうに、この、まあ、このいろんな通貨で、見ていきたいんですけども、これユーロカナダ、ユーロカナダですね。ユーロカナダ。そして、まあ、これも様子見かなっていう感じなんですけども、
まあ、青幕はとりあえず、青幕と線当たってますよね。上の青幕。で、真ん中のハートライン。まあ、これ HS 帯ですけども、真ん中の線が出てきてて、で、あとは下に青幕も一個あると。なので、まあ、どうなるかですよね。ユーロカナダはちょっとまだ様子見ですよね。ユーロカナダの様子見。これも同じでやっぱり窓を埋めてきてますよね。で、一応こういうフィボナッチがしてて、TJK はさっきできるってなってますよね。で、窓も埋めてきてますから、まあまあ、これ安に割ってきたら売っていきたいところですよね。この水色の線抜けてきたら次はこの786、まあ、次の下の青マスですよね。という感じで。続いて、ユーロポンド。ユーロポンドの方はやっぱりポンド系ということで、ポンド円と同じような感じですよね。うん。壁に当たって、これも結局シックスエースですよね。ユーロポンド。ユーロポンド、ちょっとこれ変則的な並びになっちゃってるんですけども、ちょっと変な感じだな、これ。直そうか。直しましょうか。ちょっと時間かかるんで、これ60分ですよね。まずやっぱ60分見るんですよね。で、ずっと緑ですよね。緑になってて、これさっきのロンドンセッションで見たときなんですけど、14時から行けたなっていう話だったですよね。で、14時ってのはどこかっていうと、まあ、この辺ですよね。もうだからすでに、サインは出てないわけですよね。バンド付き抜けてるのここですから。はい。でもまあ、上がってますよね。今狙ってるの8090ですよね。あと10ピップ狙ってるっていう感じです。まあなので、ユーロポンドは、まあこれも壁に当たってシックスエース見てればよかったんだなっていう認識ですね。で、また上の壁に当たったら次やりましょう。次の上に壁、この8130とかそのあたりですね。30から60あたり。その辺まで上がってきて、売りの線が出たら売っていきましょうっていう感じですね。そしたらまだ1円下がりますから。はい。で、ドル円も同じですね。今日ドル円が安いなっていうお話してましたけども。まあ、これも同じくですよね。やっぱりこれ青マス当たってるかなっていうのをまず見てって。当たってたらこれ使われますんで。で、今日お昼引きましたけど、こことかっていうのでエントリーできたわけですよね。で、ストップ下げれてもいいし、で、ストップ下げれても途中でリミット当たってますから。いくらでしょう。1円、2円ぐらい取れてます。よね。じゃあ今の話すると、シックスエースでやっていきましょうと。見ておきましょうっていう話でしたよね。で、次、抜けてくるんだったら、下に、もし売りで抜けてくるんだったら、次ここですよね。79円50銭。あと20ピップっていう感じですね。ドル円見てみましょうか、ドル円。なんかエントリーあったらやりたいんですけどね。なのでやっぱ次のトレード早く見たいですね。まあ、ちょっと、少し、もうちょっと。まあ、こういうところがあるですよね。こういうバンド突き抜けて矢印が出てるところから反転だったわけですよね。ここに風があったわけですよね。ここに風があったわけです。で、この右上が揃ってて、矢印出ていたらトレードすればよかったというわけですね。で、これ15分でやってますよね。で、15分のその、そこから、こう、HS対ヒート試合ですよね。で、ここまで行ったら決済すればいいですから。それまでストップ上げて。で、今、売りの方になってきましたよね。さっきのこの壁っていうのを抜けて下の青マスまで、届くんじゃないかなっていう感じになってきてますよね。確か青マスこの辺にありましたよね。青マスこの辺にありましたよね、多分。なので、ちょっと今、ドル円は触れないかなっていう感じです。一応、売りのサインは出てたんですけど、この、今っていうか、この、紫か。紫をちゃんと抜けてこないと。はい、こうやって始まりの終わりのが止まっているようだとちょっと厳しいですよね。はい。で、まあトレンドラインもありますから、このトレンドラインに触ってきたこの売りサインというのをやっていきたいですよね。なので、この売りサイン良かったんですけどね。今、ここからエントリーで。この、ダイヤ確定したこの、次の足の始まりですよね。ダイヤと、MA と横線。で、ストップ、この直近高値ですよね。なので、どんくらいだろう。結構大きなストップですよね。60ピックぐらいありますけど、まあ、これを 3% ぐらいにして、
3から5% であって。で、やればいいんじゃないですかね。今、ちょうど上がってきてますから、上がってきましたから、そういう時はフィブを引くんですよね。フィブ引いて、ちゃんとこのフィブで跳ね返してるかっていうのを見てからやりたいですよね。で、270までは行きますんで。そしたらこの青松ってちょうど、その仮説、ストーリー的には正しいですよね。次のターゲットはこの青松だっていう、ストーリー正しいですよね。なので、売りのサインが出たら、まあ、やってもいいかなと思いますけども。どうだろう。僕ならやるかな。まあ、ポジション何も持ってないんだったらやりますけどね。1% とか、僕だったら 1% とかですよね。なぜならこの紫の線、HSI で1本、2本、3本、4本止まってるからですね。これ抜けてきたらやってもいいですけど。っていう感じです。で、じゃあこのサインどうで見るかって言ったら、さっきだったら6ですですね。6のサイン。あとは色付きキャンドル。ペイントキャンドルがこれ確定したらエントリーですよね。あ、ダメだ。これ、緑ですわね。これが赤くなんなきゃダメですね。で、もっと慎重派な人、赤くなってもエントリーしない人はこの左下ですよね。3分でエントリーしていくんですよね。NA クロスして両方赤で。矢印でエントリー。で、そうしたらこれ抜けてきますんで、MA がこの下に。MA というかキャンドルがこの MA の下に抜けてきますので、そしたらトレンドフォローということになりますよね。まあ、この辺の説明書ありますので、わからない人は見てください。はい。よし、じゃあやろう。こんな感じで、まあ、テクニカル分析おしまいで、新しいトレードを見ましょう。TRB、トレンドレンジブレイクアウトっていう、このスコット、今 Facebook でいろいろ話してたんですけど、このスコットから教えてもらったトレードで、まあ彼は毎日やってるみたいですね。話を聞いている限り。で、最近、サファリさんがレンジブレイクアウトのこと書いてくれてますし、ササッチも、書いてくれてますし、トルネードさんも書いてくれてますし、結構また流行り出してるっていうか、こう、今、旬ですよね。結構また盛り上がってきてるトレード方法で、僕の日記に書いてありますので、あ、もう見てもらえたかなとも思うんですよ。メールもしましたので。見ていきたいと思います。で、今できるのって言ったら、一番見たいのはこのユーロカナダなんですよね。ユーロカナダの60分。まあ、こことここ結んだトレンドライン引いたわけですよね。で、上はこの高値と、まあ、この高値通るようにとって、で、まあ、ここも止まってるし、これだなって思ったんですよね。で、じゃあこれ、トレンドレンジブレイクアウトっていうのは、このトレンドレンジを下に抜けたら、アップトレンドだったら下に抜けた反転を狙うんですよね。で、このチャネルラインなんで、まあ、要はチャネルラインですよね、こんなの。上に行って、下に行って、じゃあ次下に当たったら買いたい。上に当たったら売りたい。でもアップトレンド。このチャネルラインが今アップトレンドですよね。なので、買いだけ見ていきましょうっていうトレードなんですよね。チャネルライン。この黄色い線だけ使うと。でもそれがいつ反転するのかなっていう。ので、このブレイクアウトした始まりの終わりのが割ったキャンドルと、キャンドルからフィブ取るわけですね。レジスタンスと。まあこれ動画見てもらえればわかると思うんですけども。で、取って、まあサインが出たら売りですよね。どこまで売るの ?270。で、ロッキー立ちまで行く可能性が 90%。最終的に 1.270。で、銀行員がこれ全部狙ってるわけですよね。っていうトレードです。で、なんで僕が今見たいかって言ったら、この、ちょっと見にくいかもしれないので、こっち消そうかな。今戻ってきてるわけですよね。382まで。戻ってきて今チャンスですよね。ストップが今これだけに対して、6位か、がストップなんですよね。270にしてもこれだけありますよね。多分1対2はありますよね、絶対これ。で、6位先まで取ったらもっといきますよね。1、2、まあ1対3はいってますよね、これきっと。なので、これ打っていきたいなと思ってるわけですよ。もちろんサインが出たらの話なんですけど。じゃあサイン何で見るのっていうことで僕は 6S を見たいと思います。ユーロカナダ。出てますよね。今ちょっと休憩入っちゃいましたけど、出てたわけですよね。出てましたよね、この、赤ですよね。赤、出てないか。出てないですね。残念、出てませんでした。ちゃんとこれが赤くなって、これ、上の線が赤くなって、このキャンドルも赤くなくちゃいけないので、今このキャンドルが赤くなったら売れるわけですよね。はい。そうしたらこの矢印も確定するでしょうし、
その左下の3分も、ラジオス出るでしょうし、そうしたら打っていきたいなと思ってます。で、じゃあ点々はどうだろう。点々はだけど MA の中ですよね。ここ382ですよね。なのでやっぱりこれ抜けてきて、まあ、点々の方がもしかしたら早いかもしれないですよね。で、点々っていうぐらいだから10分、10分見るんですけど、まず下の10分のこの外野と MA、横線が通ってなくちゃいけないですから、キャンドルの色と。まあ、それ見ながら、この矢印見ながら、まあ、今日の夜は、このユーロカナダ、見ていこうかなと思ってます。で、その前のこれ見てたわけですよね、今日お昼。まあ、ここと、ここ、あ、ずれちゃったよ。けども、出ちゃいましたけど、こういうトレンドなんですね。ここと、ここと、ここと。で、アップトレンドってことは買いですよね。ここ下がってきたらまた買いですよね。で、上に抜けたらもう決済っていう考えっていうことですよね。で、また戻ってくるからっていうようなトレンド方法ですよね。で、上のラインはまあ、こういう感じで引いたんです。ちょっとずれちゃいましたね。まあいいや。で、まあ、こういうキャンドルでバーンと抜けてきて、始まりの終わりのがこのキャンドルで終わったと。じゃあ、ここに安値取って、あとは高値。レジスタンス取るわけですよね。で、こういうフィーブが引けて、382まで戻して、これサインですから売りたいですよね。ここから売りたいですよね。ストックがこれだけに対して、リミットは少なくてもこれだけあるわけですよね。で、大事なのはやっぱり1対2にすることですよね。利益1対2にして勝率高ければ絶対勝てますから。やってってやってって270。618。786。で、ここ、青が引いたのが 1.270 と、今回直近のさっきやった、これの、このレンジブレイクの76と重なったからですよね。で、ターゲットっていうのは動かない、変わらないので。まさに出た。これ確定しても大体ですよね。まあ赤キャンドルも必要なんですけども、今ダイヤと横線は揃いましたので、NA も揃ったんで、あと赤キャンドル確定したら行きたいですよね。まあ30分でもいいと思うんですけど、60分、30分、10分って言ってたので、まあその辺でサイン見ながら、やりたいですね。もう10分のサイン出てますよね。ダイヤ、キャンドル、NA、横線。まあ、ちょっとずれちゃってますけど、まあ、このキャンドルの、まあ、この始まり目からエントリーですよね。で、ストップが6位たちの上ですから。まあ、もう10分だから直近の高値でも僕は全然いいと思うんですけども。でもしくは382か6位たちの上って言ったんですけど、382の上でも全然僕はいいと思うんですけど。まあ、何せきついストップでやりたいと思ってます。まあ、10分だったらなんですけどね。で、2の味を狙えばいいわけですよね。はい。でもまあ60分。そして点々を見ながら。で、点々が出たら点々のルールでやっていきたいと思います。はい。まあでも下がるんじゃないかなって。まあ確定したらですね。今この瞬間トレードするんじゃなくて、当たり前の話なんですけど、サインが確定したらトレードしないといけないですよね。まあ点々見てるのが面白いんじゃないですか。点々見てるといいと思います。まずこの下の10分が揃って、上の10分っていう感じですね。で、その後シックスエースですよね。赤くなった。これ確定したらエントリーですよね。もうこの矢印確定したらエントリーでいいと思います。全然いいと思います。僕もやろう。また SNS に載せますね。で、もう一個、トンボドル。トンボドルも面白いなと思ってたんですよね。綺麗ですよね。で、そう、このチャネルラインの引き方っていうのは結構面白くて、例えば僕のスコット、師匠スコットはやっぱ全然僕の見て打つところと違ったりするわけですよね。まあ、今僕見えたのはこれなんですけど。で、じゃあこの下の線どっから引くのって言ったら、例えばこういうとこからでもいいわけですよね。このヒゲからも出てますし、このヒゲからも出てますよね。で、この始まりでもいいわけですよね。もうどこでもいいんですよね。使われてれば。もう AT サイズとそういう考え方一緒ですよね。で、これも上に抜けてきたっていう感じですよね。上に抜けてきて、でも始まりの終わりの割ってないですよね。これか。
ですから、こういうブレイクアウトチャンネルですよね。270一応当たってますけど、その前にもう一つかかって、もう一回戻ってきちゃいましたよね。まあでも、ターゲットには当たってるなと。で、まあこの今、大きなチャンネルライン引いたんですけども、まあここと、まあここ通るようにして、まあこっちをメインに取ったんですよね。で、まあ下こういう風に当たってますから。で、ダウントレンドですか、ですから、つまり売りですよね。つまり、この上に当たったら売りましょう。上に当たったら売りましょう。下に当たったら買いましょうっていうのは結構、その、経験のある人。まあ、僕でも嫌だなっていうぐらいですから。まあそんな自信のある方以外、やらないようなところですね。それよりも上に当たったら売る。上に当たったら売る。で、下抜けてきたらもう、決済しちゃう。また戻ってくるんで、こうやって、戻ってくるんで決済しちゃう。っていう考えですね。で、今ここに、ツインキャンドル出てますよね。同じようなキャンドル。これ反転のサインですよね。で、これ何を見ていくかというと、この上に抜けた後ですね。始まりの終値が上に抜けたら、こういう、まあ、今、実感ここにありそうでここにしますけど、まあ、こういうフィボナッチがしてて、上の反転のトレンドが、トレンド?トレードが見えてくるわけですよね。なので、このポンドドル面白そうだなっていうか、これ T シャツライトの方できますよね。ぜひやってください。ポンドドル見てみてください。っていうふうに、いくらでもありますよね、これ、見てると。これもそうですよね、例えば。これ今使ってるのは60分です。60分。まあ、ここですよね。で、始まりの終わりね、これですよね。なので、レジスタンス、この場合サポートですよ。サポートと、こんな感じですか。まあ、61-786。1.270 まではいかなかったのかな。もしかしたらまだいくかもしれないですよね。もういかないかな、確かに。まあ当たってますよね。で、この場合戻ってこなかったので、この場合はもう TJK とかそういう感じですよね。TJK だったら、ダイヤ出てますから、こことここですよね。ここで割ってきてエントリーでみんな、決済。悪くないですよね。まあ他にも無数にありますよね。こういうのだってそうなんじゃないですか。この場合、光ですよね。なので、レジスタンス取って、始まりの場合ね、この赤キャンドルですから、こうですよね。はい。でも、エントリー。まあ、ここでエントリー、これストップかかっちゃってますよね。残念。その後 1.270 までかけて行ってますよね。まあ、銀行にはこれを何か足だ、どうやってるかわかんないけど、うまくやってるんでしょうね、きっと。またスコットに教えてもらおうかな。これはスコットが言うレクテングルっていう、何でしたっけ、長方形のパターンじゃないですかね。もしくは、ダブルトップもそうかもしれないけど。あと、ここも面白いですよね。これもそうですよね。こんな感じかな。270 618 786 1.270 これもそうですよね。始まりね終わりねここですよね。で618まで戻ってきて買い270 618786 1.270 他、まあ、この辺も全部そうですよね。で、レジスタンス始まりで終わりね。270 618 786 1.270はい。ありがとうございます。ちょっと声を抑えてるっていうのはあれですかね。あとなんか今日、お昼撮ったのも随分声が割れてたんで、ちょっと気になったんですけどね。ちょっと、
きづらかったんですかね。すいませんね。まあそんな感じで、結構まあどれでもそのトレーニングレンジプレイカード出ますよね。結構どれでも適用すると思いますので、これ面白いと思います。その、なんでしょう。テクニカル分析としてすごく面白いと思うので、まあこれもそうなんですけど、例えばこのちっちゃいのだってそうですよね。こういうの。はい。これでこう来て、こことここでもいいですし、そしたら1ミリだけどちっちゃいのだってますし、この大きい方だったら、そのレジスタンスどこだ。まあこれですよね。これとここですよね。1270しっかりしてますよね。これ使えますよね。チャンネルラインさえ見えてしまえば。で、見えますよね。こんなの簡単ですよね。こうでもいいし。そこまで、まあ、当たってるかどうかが重要だと思います。そこまで。これちょっとかかっちゃって残念。これもそうですよね。っていう感じで。まあ、こうやっていっぱいやっていくのがいいんじゃないかなと思います。これもそうですよね。サポート。1270。6170、1270と。まあ、ストップはこれだけに対して、ストップは、まあ、この382から反発で買うとして、ここも、これですよね。こんだけのストップに対して、まあ、270。まあ、2はありますよね。1対2。それに対して270だったら、その倍はいきますから、1対4ぐらいありますよね。まあ、そんな感じで。で、名古屋にラーマっていうトレーダーがいるんですよね。まあ、どうしようもないトレーダーだったんですけど、僕とタメで。どうしようもないトレーダーだったんですけど、彼も1対2っていうことだけを考えたシステムだけを使って、あとはチャートパターン。あと、ボラティリティ。ロウソク足で見る、キャンドルスティックで見るボラティリティ。ちょっと、ステージが、なんでしょう。ですけども、まあ、これだけが1対2になること。ストップが1、リミットが2になるようなシステム。で、チャートパターンが出たら、エントリーするようなシステム。で、キャンドルスティックでボラティリティ。ロウソク足でボラティリティを測るシステム。これを3つ入れたらしいんですよね。そうしたら彼、10万ぐらい、まあ、400万ぐらいになってますよ。はい。もう、3ヶ月、4ヶ月負けなしで、もうどうしてもなかったらトレーダーですよ。もう、ゆうきくん、まあ、ゆうき勝てないからどうにかしてくれってずーっと言ってたトレーダーですよ。でも、これだけやって、まあ、何が言いたいかと、1対2ってことですよね。そして、まあ、チャートパターンもそうなんですけど、で、あと、ボラティリティもまあ、そうなんですけど。まあ、これだけやって、まあ、そんな成績が良くなったんで、どうしようもなかったやつが。はい。なんで、この、TRD。まあ、スコットブレイクアウトってさっき言ってましたけど、まあ、このトレードショーってすごくいいですよね。1対2になりますし、テクニカル分析なんで、すごくやりやすいと思います。その、まあ、ここを抜けたらってわかるんで、まあ、システムになりやすいですよね。テクニカルにしては結構システムになりやすいと思うんですよ。はい。まあ、これ OG フランなんですけど、これ抜けてきたら売りですよね。まあ、なので、またご自身に合った感じにチューニングしながらこれ使っていただけたらなと思います。僕もガンガンやっていこうと思ってるんで。はい。これはポンド円。ポンド円は上に抜けるの待ってます。っていう感じで。ここから撮ってますよ、僕。ここからですよ。で、もちろんその中にもちっちゃいのがあって。はい。まあ、そんな感じでこのトレンディングレンジプレイカードを見ながらやってみてください、ぜひ。はい。そんな感じでしょうか。サワさんがいるんで、サワさんのブログ、説明してください。まあ、今日もお昼で言ったんですけど、この鬼ヶ島とか TJK っていうのはやっぱりやってった方がいいわけですよね。忘れずに。で、この二つっていうのはやっぱりやり続けたら、やり続けることだと思うんですよね。で、そのやり続けてくれてる会員さんがいて、それがさっきの、まあ、チャットもくれたザワさんなんですけど、まあ、すごく僕見やすいなと思って、このチャット、ブログか。ね、この5月1週の結果、見逃しで3ピップとか、すごく見やすいと思うんで、ぜひこれ見ながら、はい、見るといいんじゃないかなと、僕は見てます。はい。で、さ、違った合わせたら51ピップとか。で、結構このチャートマスターの SNS の中にいろんな方がこのブログ書かれてるんで、
まあもちろん一応副社長の佐々木もそうなんですけど、彼は TJK のサインが出るたびに書いてますし、まあポンドレンだけなんですけど。で、まあザワさんだったら例えばメンバー検索っていうところから、ザワでいいのかな？ザワって検索すると、こう出てきますんで。で、詳細を見る。で、このマイフレンドに追加とかしていくと、あ、紹介があるんだ。結局こうやってどんどんこうなんでしょう。いろんな人と交流深めてもらえると、またトレードの 役というか、情報共有になるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ。あとはこの新着日記っていうところをしてもらうと、ここから誰が日記書いたかなっていうのがわかりますんで、もう誰でもマイフレンドじゃなくてもしてますんで、気になった人はここからマイフレンド登録したりしてください。はい、ぜひ。サファリさんだったり、ササッチが最近書いてます。まあ僕も書いてますし。トルネードさんも書いてくれてますし、ヨシキも書いてますし、ミニーさんとか。ぜひ、この、あんまりね、やっぱりこのいう、トレードする仲間っていうのは結構少ないわけですよね。僕の周りでも、やっぱり僕と、大学の友達とか見たって、15人ぐらいいる中で僕一人しかいないですし、トレードしてるなんて。まあ、もう一人知ってるぐらいだったらいますけど、まあ、それぐらいのもんなんで、やっぱこういうコミュニケーションの場というか、使っていただけたらなと思います。これ、色付きキャンドルになったら行きましょうね。次に、テンドキャンドルが確定したら行きましょうね。ユーロカナダ。僕は行きますね。はい。もう、しゃあないといいけど。こんな感じでしょうか。何か質問大丈夫でしょうか。皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか。僕、全然取れる。あ、先週取ってきたかな。来たぐらいで。はい、鬼ヶ島やったぐらいであんまり取れるしなかったんですけど。結構混んでましたよね。スペアとかってすげえ混んでましたよ。今日も大丈夫でしょうか。あ、声はあれかもしれないですね。僕はおとといぐらい、クラブで、いわゆるディスコで歌ってきたんですよね。150、多分200人ぐらい入ったんですけど、人生2回目で。結構だけど、やっぱ僕、講習会とかでも100人ぐらいがマックなんですよね。喋ったことあるの。喋らせてもらったのって言った方がいいですよね。喋らせてもらったのは100人ぐらいの前がせいでいっぱいだったんですけど、150人、200人の前で歌うっていう。結構、緊張するかと思ったんですけど、やっぱり緊張より楽しかったですね。すごく楽しくて、なんか、人生の役に立つなって思いました。はい、また。また今度7月に江ノ島で、なんか、海の家借りて1000人ぐらいで、1000人ぐらいの前で歌うっぽいので、頑張っていきます。はい。それで声変えちゃったのかなとか言って。こんな感じです。スコットこんな感じですよ、スコット。これスコットです、これ。はい。僕が一番最初にトレード教えてもらったスコットですね。はい。もう2005年とか4年ぐらいからしてて。またスコットのビデオ今、今度 HSI の字幕つけてるんで、まあ多分明日か明後日に終わって、まあ、チェックしてもらって、まあ、できれば今週土日ぐらいには送りたいんですけど、またメールします。まあ、とにかく TJK 鬼ヶ島やって、それで、あとは TRB、このスコットのブレイクアウトのやつをやって見てもらえたらなと思いますんで。で、わかんなかったらいつでも SNS に、で、ここに書いてください。何でも答えますんで。はい。え、字幕、そうなんですよ。字幕とかね、初めてつけたんで、ちょっと、まあ、タイミングとかちょっと、ずれてたら、申し訳ないんですけど。はい。まあ、そういうのもあったら言ってください。お願いします。大丈夫でしょうか？じゃあ、今日はこんな感じかな。これ気になりますよ、夕飯が。鬼ヶ島とね、TJK のドル円とね。それではどうもありがとうございました。また YouTube にアップしておくんで、再放送見てください。ありがとうございました。また僕来週です。それではさようなら。おやすみなさい。